ありがとうございます。なんか前回もうちょっと内容良かったね。自己紹介ですか。スマートチェックアウトの田丸です。執行役員として、従事しておりまして、今は営業と HR の、 あの担当役員を、してます。頑張ります。歯科医院向け決済サービスペイライトを提供するスマートチェックアウトは3月の IDS に出店をする。 IDS とはドイツで開催される世界最大の電脳ショーだ。なぜ決済会社がその IDS に出店を決めたのだろうか。IDS は僕らの会社にとって海外への初めの第一歩みたいなものですよね。で、今年からこう決済会社でしたよね。決済会社の殻を破って SaaS 企業へやっていくと。そこから国民の健康増進を支援できるようなヘルスケアテック企業になったという旅なので、今回の IDS のテーマは The Next Journey ということで、よろしくお願いします。全然浸透しないですよね。たぶんさ、To the です。 To the To the か。To the Next Journey の参加の目的は、一番はブランディングなんですよ。企業、まあ、海外の企業、歯科業界最先端に行くので、まあ、その企業の医療機器であったりとか、歯科障害とかの方に持ち込む、そういうところになりたいなと。YDS って、全世界で、3万人っていう数の人が、どこで、ブースも1万8000店舗ぐらいですね。出店するということで、一日で回りきれないぐらい広い。日本じゃないですよね、その。そこに、海外で無名な僕らが出るということで、すごく不安な気持ちもあれば、期待感もあってですね。一生懸命、IDS メンバーは、タッカーを作る練習とかね、待ってます。成功させたいなと思います。そうですね。IDS の出展は、まあ、世界で一番大きな歯科の、まあ、イベントであるし、で、まあ、コロナの間こう、まあ、参加もでな、まあ、イベント自体の開催もなかったので。やっぱりその、数年間の、情報のアップデートを図るのには、まあ、参加をするべきじゃないかなと思って参加することをしました。はい。なんか前回もうちょっと内容濃かったよね。そうですね。そうですね。まあ直接その僕らは歯科医委員でもないし歯科医師がいるわけでもないだけども、その僕らの業界からその歯科の業界を変えて、変革を起こしたいなと思っている立場なんだけども、そういう立場の僕らがこういう IDS という大きなイベントに参加することによって、なんか、新しいこう視点でね、僕らのところ歯科医の関係者と歯科医師とか歯科関係のこう関係者と違った視点でのなんかこうイノベーションというか、想像するものがそのイベントに参加することにあるんじゃないかなという期待を込めて参加したいなと思ってますけどね。ありがとうございます。はい、今回4名の社員が参加されるかと思うんですけど、うん、この4名にはどのようなものを持って帰ってきてほしいですか。そうだね、持ち帰ってきてほしい、やっぱ経験と、それからまあいろんなものを
歯科に関することを IDS で触れ合うことになると思うんで、まあそういうサービスであったりとかハードウェアソフトウェアも含めていろんなものに触れ合ったそういう経験を今度日本に戻ってきた時にこの歯科の業界に対して、何ができることがあるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、そういう期待をしてますね。そうだね、世界中の歯科の、関係する、まあ、情報もそうだし物もそうだし人もそうだし、お金もねその瞬間デュッセルドルフに集まるわけだから、なんかそういうこう一番集まるタイミングに自分が身を置けるっていうのは楽しみですよね。お時間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。